ガンダムベースの上げてみた動画、皆さんこんにちは、ガンプラコンシェルジュの高橋です。今回開けてみるアイテムはこちらです。じゃじゃん、ガンダムベースの限定商品でございます。ガンダムベース限定のこちら HG の144分の1スケールガンダムベース限定土台1回 21st century リアルタイプバージョンでございます。はい、このリアルタイプバージョン、皆さん聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、あの、ガンダムベースでも大人気商品となっている、グーフライトと同じように、今回は土台階ですね。こちら土台階がリアルタイプカラーとなって登場です。とても新鮮な感じしますね。まずはですね、こちら正面のパッケージ見てください。非常にですね、リアルテイスト のパッケージアストとなっておりまして、この土台階のカラーリングが普通だったらですね、紺色だったりするんですが、今回のリアルタイプはこの航空機をイメージしたいわゆるグレーっぽいお色となっております。実際に、このプレミアムバンダイ限定のガンプラと同じように、さまざまな144分の1スケールのガンプラと組み合わせて遊ぶことができるようなアイテムになっています。ではどんな内容かパッケージの側面見ていきましょう。ということで、側面のパッケージはこんな感じ。はい、なんかすごい新鮮ですね。プレミアム版内限定のガンプラだったので、こう解説があるのがちょっと新鮮な土台階でございますが、非常にこう遊び応えのあるような内容になっていて、これ特別なデカールなども付属してますので、後ほどご紹介したいと思います。反対側の側面はこんな感じです。やはりガンダムベース限定なので、ガンダムベースの紹介が映っております。最後に側面のパッケージはこんな感じです。初期の正面のですね、パッケージにいたリックディアスとマーク2が乗った土台階がイラストとして描かれております。ちょっとあれですよね、リアルタイプパッケージにこうゼータガンダムのロゴがついてる、ちょっと新鮮ですね。ちなみに反対側はこんな感じ。じゃん。では実際にこちらガンプラを開けてみたいと思います。開封ドキドキですね。いきます。パカーンと早速見えてきました。さまざまなパーツが入っております。それではですね、実際に開封したので中身見ていきましょう。まず一番上にあったパーツはこちら。じゃじゃーん、早速超インパクトの大きい限定のこちらガンダムデカールが付属しております。こちら水転写のデカールになっていて、ロゴマークだったり、あとカラバの、このかっこいいねロゴだったり、この横文字、そしてエウーゴのロゴも横文字も全て入っております。であとちょっとやっぱり航空機なので、この黄色いこれですね、こういった注意書きのデカールなども非常に新鮮なアイテムになってるんじゃないかなと思います。続いて付属しているランナーはこちらです。じゃじゃーん、はい、土台階の本体ですね。さっきもですね、土台階のパーツ入ってましたが、成型色の色はこんな感じです。すごいなんか青みのかかったグレー色になっているので、とても新鮮なカラーリングですね。ちょっとミリタリーテイストあふれるアイテムとなっております。でちなみにこの土台階のサイズ結構大きくてですね、今手のひらこんぐらいのサイズと比べると、ほぼほぼ1枚板で手と同じぐらいのサイズ感、とても大きい航空機となっております。ちなみに裏側はこんな感じです。続いてはこちらです。じゃーん、はい、こちらはですね、土台階の、ダクト部ですね、メカディテール部分のパーツのランナーとなっております。色はですね、ちょっとこれ見えるかわからないんですが、メタリック成型色になっていて、ガンメタよりもっと明るいライトガンメタルのような質感となっております。シルバーというとちょっと逆に暗めの色なので、とてもメカメカしい金属感あふれる色となっています。これ個人的にお気に入りポイントです。最後はこちらです。じゃじゃん、皆さんおなじみ説明書もちゃんとしっかり付属しております。組み立ては土台階シンプルな構成なので作りやすいんですが、注目はやっぱりこちらですね。デカールのちゃんと貼り付け指定もございますので、これに従って作ればパッケージイラストのような土台階を作ることができちゃいます。ちなみにですね、この何でしょうね、コックピット部分のこのキャノピー周りも水転写デカールで貼るような仕様となっています。ということで、今回ご紹介しましたこちら土台階でございますが、こちらガンダムベース限定で取り扱いをいたします。こちらの商品、詳しい商品情報は
ガンダムベース東京のホームページもしくはこちらの YouTube の概要欄をご覧いただくようにお願いいたします。ということで今回のガンプラコンシェルジュ上げてみた動画以上となります。また次回の動画もお楽しみに。またね。